あそして、続いては今週のチャージウィークリーレコメンドソング3組目です。ベイビーレイズジャパンからのメッセージ。チャージのリスナーの皆さん、直屋パイセン、こんにちは。ベイビーレイズジャパンの滋賀県出身、大江梨香子と渡辺梨央です。今週のチャージは今日から木曜日まで私たちベイビーレイズジャパンが登場します。木曜日までよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて月曜日の今日は私たちの近況報告をしたいと思うんですが、リオトン、はい、何か最近起こったびっくりエピソードなどありますか？そうですね、メンバー5人で、うん、ある駅で待ち合わせしてた時があって、うんうんうん、その時私10分ぐらいみんなより早く着いてて、うん、ずっとメンバーのこと待ってたんですけど、その時通行人の人に、うん、嵐の松本潤さんに間違われてはいはいはい、1メートルぐらい離れて距離があったんですけど、はい、うん、え、嵐の松潤ですかっていう風に何度も聞かれました。何も一緒じゃなくない？性別も違うし、お年も全然違うし、まずリオとのセンター分けだし、それはびっくりするね。そうなんです。その後、全然違います、ごめんなさいっていうごめんなさいとごめんなさいって言いました。いやでもぜひぜひね、リオとの顔をしっかり覚えていただいて、はい、松本潤さんではないっていうことをね、はい、今もし聞いてらっしゃったら、はい、いただければいいなと思います。よろしくお願いします。はい、そしてベイビーレイズジャパンは明日も登場するのでぜひ聴いてください。では最後に先週リリースのニューシングル栄光サンライズを聴いてください。以上ベイビーレイズジャパンの大江梨香子と渡辺梨央でした。バイバーイ。ベイビーレイズジャパンから大江梨香子さん、そして渡辺梨央さん、メッセージありがとうございました。いや滋賀県出身っていうだけでちょっとね、愛着というかなんかこう親近感が湧いたりとかしますけどもね。今週のチャージウィークリーレコメンドソングということで、木曜日まで毎日メッセージが届きます、お楽しみに。ちなみにこの曲はですね、作詞作曲ウィーナーズの玉屋 2060% さんということでね、なるほどっていう感じの曲ですよね。先週リリースされたニューシングル栄光サンライズでした。 This is Charge